今回は、真っ当な恋愛してる小沢ちゃんと虎杖悠仁の怪異米に対する視聴者の反応を紹介していきます。真っ当なヒロイン。ゆりいいよね。わざわざこの回入れるってことは野原ちゃんを恋愛的な意味でヒロインにするつもりないんだなって思った。でももやってしてたぜ。最後のページでその理由もわかったし。見た目ではなく中身を見てくれたから惚れたのに見た目が変わったから付き合えるかもと思ってしまうのいいよね。少女漫画かと思うくらいこの繊細さ上手くて結構衝撃だった。メカミワとかユタリカとか単眼猫そこら辺上手いと思う。見た目の美醜ではなく中身を見てくれるってつくづく虎杖は揺るがない人間性の持ち主だな。虎杖が人間じゃなかったとして中学時代の記憶とかどこまで本物なの。作られた人間だったとしても最初は新生児から始まるだろうから普通の人間に紛れて生きてたのでは？じいちゃんがメロンパンからかっぱらって普通に育てたとかそんな感じかな。富士山と同じ声のじいちゃん間違いなくパンピーではないよな。どこまでを作ったりいじったりしてるかも現状じゃわからないからな。完全な人外ならそれまでの人生どっか引っかかりそうだし、アニメで先行して幼少姿出たあたり一応人間ベースなのかなって気はする。虎杖という最高の男を知ってしまったから振られても他の男に惚れることなさそう。虎杖モテないの嘘だろと思ったけど自分からがっついていかないから本当に恋人いない歴イコール年齢なんだろうな。単行本おまけでついてた冊子に普通にモテてたけど奥手な子にばっかりモテてたので自分じゃ気づいてないとかそんな感じという回答が。オタクに優しいギャルってことじゃん。自分から告れないタイプにばかりモテる陽キャで家庭的これは千年生まれてこなかったオタクに優しいギャル。年齢どこまで信じられるかな。アニメに出たら可愛さめちゃくちゃ盛られそう。伏黒のどうでも良さそうな顔よ。野原ちゃんとしか連絡先交換しなかったんだよな。若やってる時は伏黒も野原ちゃんも年相応にノリ良くて好き。純平も馬鹿やる時はノリ良かったよね。伏黒はともかく野原ちゃんもそんなにノリ悪い方ではなくない？虎杖が異次元で悟がヤバすぎるだけだ。突然小沢ちゃんの脳内に溢れ出した存在しない記憶。でもこれも存在しない記憶のせいで惚れているんでは？競争に対するねじ込みとかは完全に存在しない記憶のせいだけど同級生相手への言動は素でやりそうだから一緒に過ごしてたのなら改変なしでも同じ結果になりそう。虎杖側には存在しない記憶が流れ込んでないと思われるのでこれはさすがにある記憶じゃないかな。というか写真も残ってるからな。見た目ヤンキーだけど少年は優しいって女にモテそう。当人はモテないと思ってるのもポイントになりそうな。家庭的なのはもともとおまけページに書かれてたけどイメージよりハイレベルそうでびっくりした。こんな可愛い子に虎杖以外の男の子は嫌いと思わせてるのすごいよ。太っていても唯一自分を綺麗だと言ってくれた陽キャだからな。言葉チョイスがすげえよなどの男も嫌いって俺だったらどんな男の子よりも虎杖くんが好きとか平凡なことを言わせてしまうわ。でもこれが術式だとしたら虎杖は自分でかけた術で自分も騙すことになるから結果的に問題はなくなるよね。そうかな、そうかも。今のところ殴ってない奴には記憶改ざんしてなさそうだからこれは本当でしょいや殴ってる可能性もゼロじゃないが。五条が術式ないよって言ってる時までは術式はなかったんじゃね？後から出てきたものにせよいくら精神攻撃だとしてもあの少なが呪力や術式の気配すら感じないのは変だと思う。存在しない記憶は悟や宿儺が気づいてないから術式とは別の何かだろうな。オタクに優しいギャルムーブ満点すぎる。伏黒が仏頂面で銃上げてるのがじわじわくる。間違いなく重点なんだけどそうじゃねえんだよなぁ。変わった自分を見て驚いてほしいんだよなぁ。っていうのばらちゃんの表情が絶妙。瞬間小沢の脳内によぎるありえない光景。写真あるし霊感のおまけもあるし中学時代は存在してるだろう。アニメで小学生時代も出たからそこも普通に過ごしてたっぽい。小沢ちゃんは存在しない記憶されてるとしたら洗脳や苦悩がそこまででもなさそうなので本当の記憶なんだろうと思う。猫はブリーチフォロワーなのにキャラの心情描写がうまいよね。待てよ、ブリーチはキャラの心情描写うまいだろ。ブリーチもうまいだろ。だからこそだろ。こういうのうまいから単眼猫女だと思ってた。中間超えても恋愛としてのヒロインをメインキャラで出さないから意図して恋愛を入れてないと思うけど少ないコマで繊細な恋愛の機微書くのうまいな。恋愛は霊感でたくさん書いたからな。俺虎杖と友達だったことあるんだけど確かにあの時あいつに彼女できたら少なからずもやってしたと思う今は大丈夫。
容姿関係なく自分のいいところを見つけてくれて好きって言ってくれる変なマイナー映画のトークにも付き合ってくれて乗ってくれるし即連絡先交換してくれる。自分の調理レベルに合わせた自分好みの味付けのメニューを教えてくれる落ちない方がおかしいレベルだと思う。その例だと3人とも即落ちしてません。これだいぶ衝撃的だった。多分出会ってから2週間ぐらいの間でこのイベント発生なんだよね。2週間以内で伏黒の料理レベルを見抜いて簡単な料理を教えてあげて一緒に手作り料理を食ったって考えるとすごすぎる。好きになっても誰にでもこんな態度だからそりゃ告白できないわな。でも誰にでも分け隔てないからこそ好きになったんだろうし、どうしようもないなこれ。人気投票ぶっちぎり1位の理由がアニメで答え合わせされていく。悟るばかり言及されがちだがジャンフェスの字の人気投票でも2位だからかなり強い。誰にでも優しいから結果としてモテないっていうのもいいよな。虎杖が告白したいほど惚れる誰かも出現しなかったってことだし、虎杖が誰かに惚れるところが想像できないんだよな。こうなんか誰にでも平等だから恋愛みたいな特別視をしなさそうな。ジェニファー・ローレンス、ジェニファー・ローレンスが告白できる距離にいるって考えられるのは東堂レベルの才能が必要だよ。ブラザーもそのうち脳内にジェニファー・ローレンスを、虎杖から大きな感情を向けたのが今のところ生まれ変わってでもぶち殺す宣言したマヒトくらいっていう。マヒトくらいだもんなと思ってたら次の回でマヒトスルーしてメロンパンに返せって切れまくってるの見てちょっと驚いたんや。当然の行動ではあるんだけど、あそこは純平の時にとっさに動けなかった反省が生かされてんだよな。クラスで好みの女は誰？っていう下劣でありがちな質問に塩対応なのもいい。虎杖の恋愛でちょっと思ったんだけど東堂は自分ごときが高田ちゃんと付き合うのは恐れ多いからってブラザーとくっつけて広報理解者面する妄想してそう。あいつは本気で高田ちゃんの夫になりたがってるぞ。あいつ高田ちゃんと結婚したいからアイドルの恋愛推奨してるんだぞ。高田ちゃんと結婚したいくせに振られたり射殺される東堂は何なんだよ。東堂だぞ、常人の理解できる範疇にいるわけないだろうが。俺の好きな高田ちゃんが俺なんかにすんなり惚れるわけないだろ。でもそんな高田ちゃんが好き、結婚したい、のかもしれない。解釈違いってやつか。仙台時代のクラスメイトと偶然東京で再会してるくせにテンション低すぎないか。虎杖もうちょい驚いてもいいだろ。絶対、虎杖の目の前で無意転変されると思ったが今のところ影も形も出ない。次出てきたら死んじゃいそうだから最終回に出てきてくれ。でもこの子が虎杖くんって誰？ってなったらめちゃくちゃ興奮する。アニマン民の行の深さよ。今さら何を？かすかに覚えがあっても掴みきれず？ってなって男の子なんてみんな嫌い好きになったことなんてないとかモノローグ出ちゃうやつ。そうだ、そうだよ、それこそがアニマン民の魂の本質だ。特急呪霊確認。東堂葵を対処に向かわせます。品徳僧図にはまだ受肉してないカプセルが6個ある小沢雄二お兄ちゃん。このエピ好きだなぁというか虎杖がいい子すぎて先行き不安になるよ。小沢ちゃん好きだからもう出てこなくていい。出てきたら死にそうだし全部終わってからもっかい会えてそこから始まるなら希望持てるからそれでお願いします。もしも世界が待ってたこの一瞬をルート来ちゃう。なんか新章の始まりかと思えばいきなり過去編入って、それからずっとシリアスだし、なんであのタイミングで小沢さん出したんだろ。渋谷事変に巻き込まれていたりするんだろうか。虎杖曇らせキャラっぽくて小沢さん今後絡むのか気になる。